コーヒー塾塾長のトメです。今回なんですけれども、こちらイオンのコーヒー豆屋さんの芸者種のコーヒーを紹介したいと思います。ということで、今回はイオンのコーヒー豆屋さん、カフェランテさんのコーヒー豆を紹介していくんですけれども、芸者種ですね。まさかイオンで芸者とは。ありがとうございます。カズマが買ってきてくれたんですけど、そもそもイオンのコーヒー豆屋さんなんかあったんや。これ俺も初めて知ってんけど。僕も知らんかった。この前イオンモールに行ってきまして、はいはいはい、そこのイオンモールにそのカフェランテさんが入ってたんですけど、調べてみるとイオンが運営してるコーヒー豆屋さんということで、まあ豆屋というか豆も売ってるし、輸入雑貨とかもいろいろ売ってるんやね。そう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 。で結構見てたら、あれスペシャルティーコーヒーあるやんって気づいて、これはちょっともう熟成に飲んでいただかないと、買ってきました。これエチオピア芸者ゲレザ農園ですね。ゲレザ農園ってなんかグレードが多いイメージ、グレード1,2,3 とか4とかあるんですけど、エチオピアに関しては欠点数の数で変わるんですよ。 300g 中の生豆に含まれる欠点数が一番少ないものがグレード1なんです。まあこの辺に関してはスペシャルティコーヒーというかプレミアコーヒーのところに入ってくるかなと思うんですけど、この芸者はどうなんでしょうか。ちょっと気になるね。まああと一応ケニアとマイルドブレンドですね。はいはい。それもちょっと買ってきたんで。いいですね。まあ今回はこの芸者にフォーカス当てて紹介していこうかなと思うんですけど、この辺の味だけね、最後に確認したいですね。全然値段違うから。あ、そうなの。うん。なんぼなんすよ。芸者がですね、200g で税込み1,382円。ああ、まあでも、いや、芸者にしては安いですね。そうそうそう。で、エニアが税込み1,274円。あら、そんな変わらへんのこれ。そうね。で、マイルドブレンドが税込み578円。100g で ?200g。200でその値段。うん。安っむちゃくちゃ安いやん。一応な、そのマイルドブレンドだけブレンドの方にあって、そっちは多分、うん、まあ一般的なコーヒー豆やと思うんだけど、はいはいはい、そのケニアとゲイシャに関してはスペシャルティーコーヒーの棚に置いてあった。あ、スペシャルティーコーヒーって書いてんの。書いた。攻めてるね。カフェランテさん、いろいろ調べてたらめっちゃ店舗あるんですよね。なんで知らんかったよ。イオンといえばカルディさんみたいなイメージあったから、はいはいはい、なんかそのイメージしかなかったけど、カフェもあるらしいですよ。店舗はカフェランテさんのホームページで調べたら出てくるので、気になる方はぜひ概要欄のリンクから調べてみてください。じゃあ早速このエチオピア芸者豆空タイム行ってみましょうか。ちょっとドキドキするんですけどいろんな意味ででは早速豆空タイム行きましょう。はい、それでは豆皿タイム入っていきたいと思います。では香りからいきましょう。いきます。お、エチオピアらしい香りをしますよ。いきますよ、豆皿タイム。よいしょ。いかがでしょうか。まあ、割とミディアムローストよりな焙煎なのかなと思います。芸者の持ってる味わいを一番引き立たせるような焙煎度はしてるんですけど、ちょっと意外でしたね。もうちょっと入り深いかなと思ってたけど、生成方法的にはナチュラルプロセスっぽいですね。センターカットのところがちょっと黒くなってたりするものがあるんで、フルーティー系のエチオピア芸者なのかなと思います。芸者ってエチオピアが生まれの土地だと言われてるので、本来のエチオピア芸者感がしっかりと出ているのか、そしてエチオピアナチュラルの甘さがしっかりとあるのか、今回はハリオ V60 の塩水ドリッパーで実際に抽出してみて検証していきたいと思います。では抽出していきましょう。では今日は中挽きに 18g 引いて90度のお湯で入れていきます。出来上がり量が200になるんですけど、何度かに分けて入れていきましょう。4回ぐらいに分けようかな。じゃあいきます。香りはフルーティーな感じきてますけどね、ナチュラルプロセスっぽい。はい、出来上がりが2分20秒で出来上がりました。まあ甘い香りはやっぱ出てますね。この甘さがしっかりと芸者の味わいしてるんでしょうか。気になる味のところを検証していきたいと思います。はい、ということで3種類入れ終わりましたので、まずは芸者からいただきたいと思います。サルー。
うまい。うまい。ちょっと入れてる時に気になったのが膨らまなかった、あんまり。ちょっとやっぱ鮮度は落ちてるよね。でもうまい、びっくりした。うまいや。結構スペシャルティーですよねこれ、ちゃんと。うん、全然コモディティ感ないというか。え、うまっ。今すごい比較したいねんけど、いろいろ。あなんかコメントが出てこないな。一番にごくごくいけるぐらいうまい。もう一回値段聞いていい、これ。原車が税込みで1382円、200g。 コスパも悪くない気がする。悪くないと思う。僕しかもグジ好きなんですよね。エチオピアのグジ地域のやつなんですよこれって。エチオピアグジらしい甘さとエレガントさがしっかりとあって、まあ、原車感あるかないかで言ったらそんなないんですけど、うんうんうん、エチオピアらしい味わい、甘さっていうのはすごいある気がする。甘さあるよな。雑に意外とないっていう。そう、嘘、イオンやるな。すごい。僕はほんまに飲めないですからね、美味しくなければ。でも、ちょっと待ってください。僕、入れてる時に実はケニアめちゃくちゃ気になったんですよ。香りめっちゃ良かったよ。すっごい甘い香りしたんですよ。ちょっと行ってみましょうよ。飲みますか。ケニアのマサイ AA つって。うん、液体の香りもすごい甘さのある香りですよね。じゃあ、いただきます。うまい。でもエチオピアの方が美味しいかな。そうやな、うん、カップ点数的にも多分エチオピアの方が上になってくるかな。まあ、価格もエチオピアの方が若干高いね。でもスペシャリティーをね、ちゃんと品質的に、うんうんうん、コモディティーじゃ絶対ない、スペシャリティーです。え、飲んでください。ちょっと芸者飲んでもらっていいですか。ちょっと意見欲しいな。思ってた3倍ぐらいうまかったんで、正直期待してなかったというか、うんうん、ああいう量販店の豆屋さんってまあどうしてもね、うん、鮮度も気になるしとか、うん、コスパに合わへんなっていうことすごい多かったんですけど、うまいですよね。美味しいですね。ちょっとびっくりしたね。どうですかケニアの味わい的にどうでしょう。100円ちょっと芸者の方が高いっていう感じだけど、ああそれやったら芸者買った方がいい。うん、俺もそうやな。圧倒的に。圧倒的に。いや、美味しいんですよ。ケニアっぽい、なんか明るいフレーバーは出てるんですけど、なんかこう、後口がちょっとドライというか、ちょっと抽出のせいかもしれないですけど、でも、あんずのような甘さが特徴的ですかね。美味しいですね。なんかちょっとブラウンシュガーっぽい感じもあって。うん、うん。で、最後、マイルドブレンドは、これはスペシャリティじゃないの？これは違う。これは、どっちかというと、こう、ブレンドコーナーの方とかだから、まあ値段的にも税込み578円なんで、まあまあ、普通のっていう感じかな。まあ、かなり安い。かなり安い。はい。まあ、いただきましょうか。悪くないね。いやもうずっと比較対象があるからさ、ちょっと比較したいところではあるんですけど、まあでもちょっと後口がやっぱまあ、ケーテ豆も多かったしね、ちょっと、うん、まあ、それもあって後口にちょっとおるね、ギューッと嫌な感じはおるけど、まあでも全然悪くないかなっていう。まあでもスペシャリティじゃ確かにないねっていう感じの味はしてるよね。これも良かったね。やっぱり芸者なんですけど、でも芸者でも美味しくないやつ結構あるんですよ。芸者感があるかって言ったら、さっき言ったようにそんな感じないんですけど、エチオピアグジっぽい甘さとエレガントさはしっかりと出てましたね。これ量販店の豆って後口の雑味が気になるんですよ。で今回は別にハンドピックしたわけでもないし、抽出温度めっちゃ下げたわけでもないんですよね。まあ中引きにしたぐらいで入れたんですけど、雑味もそんな感じなかったっていうか、結構クリーンだったよね。うん、まあその店によって若干鮮度とかも変わってくるんかな、分からへんけど、その辺は。まあでも今回この3つの中だったら圧倒的にこれが抜けてて、一番分かりやすく美味しかったなっていう感じです。まあこの価格やったら納得できる範囲ね。コスパ悪くないと思う。いい方なんじゃないこれ。そうやな。うん。結構頑張ってますよねこれ、うん、価格もそうですけど、味の品質のところとか、うん、焙煎とか、うんうんうん、さっき熟成も言ったけどさ、やっぱ量販店のコーヒー豆屋さんってどうしても鮮度の部分とか欠点豆とかいろんな問題があって、うん、正直こうスペシャルティーな感じではないものも多いよね、うん、高くてもスペシャルティーじゃないでしょうこれはみたいな感じの結構あるから。でもその量販店の括りの中でも結構飛び抜けてよくちょっとなんかびっくりしたよ。そうなの。まあ中引きでさらっと入れたっていうのもあるけど、にしても割と美味しいっていう感じです。美味しかった。買い物ついでにね、皆さんお近くにイオンがあったらカフェランテ、まああるかどうか一回確認していただいて、この
ゲイシャは僕おすすめなんで、よかったら買ってみてください。まあ他にも多分美味しいのたくさんあると思うんで、種類多いんよね、確かに。ブレンドも種類多いし、このスペシャルティのコーナーも何種類か。まあ買い物行くたびにちょっと試していただいてみたいな。まあそんな感じで買えるやんか。もし近くにありましたら、ぜひ寄ってみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットも運営しております。そちらもよろしければ概要欄からチェックしてみてください。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter などもやっております。そちらも合わせてフォローの方よろしくお願いします。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。うまかったな。